いらーい。こんばんは。あ、ラブリター一斉さんありがとうございます。そらくんキノコ、まあすごいキノコ、ありがとう。なんか毒キノコみたい、ありがとう。そうだよ、この服で帰宅した。でも本当はあの赤いノースリーブのやつで今日過ごそうと思ったんだけど、なんかね、自分がそれ着るとすごい、あのそれ着て今日レッスン場使ったからモップかけたんだけど、なんかね、イルカの清掃員さんみたいになってやめました。そう、これで今日踊ってきたから袖帰ってきちゃった。八王子のヒロさん、ハートありがとうございます。こんばんは。そう、今日はオーバーオールでした。なんかね、イルカの清掃員みたいだった。こんばんはね。写真で見る分にはすごい可愛かったんだけど、なんかダメだった。なんか綺麗みたいに違った。ここまでだったらいいのかも、上までだったら。結婚して、あ、ありがとうございます。ベイピョンさん、お風呂まだ入ってない。だってさっきまでショールームしてきたもん。オーバーオール好き。オーバーオールっていいよね。イメージはめっちゃモアちゃんのイメージある。オーバーオールのイメージは、イメージね。ピンクのスニーカーかわいかった。あれはね、エアフォースワンかな。春冬2月くらいに買って、3月とかわかんないけど前に買ったやつあるよね。やっぱイメージある。うんね、背景に何か変わったことがあるんだけど、なんか気づく。ウーロンさん、タコありがとうございます。イクマさん、初見さん、ありがとうございます。クマちゃん、ありがとうございます。なんか背景がさ、いつもと違うんだけど、買ったことある。まあ2つある。1つは多分分かると思うんだけど、もう1つ結構難問。もうこれ分かったらね、もうなんかすごいと思う。もうなんか、うん、すごいっていう。そう、あー、全然違いますね。違います。再会者はいません。スマイル君はずっといる。腕が短くて届かない。まーちゃんがいない。まーちゃんは今日いないですね。ミキは変わってない。あの猿みたいな子、猿みたいな子って何？何？再会者いないから言うね。一つはあのリーナベル復活しました。なんでかっていうと、復活したっていうか、あの片付けてないだけなんだけど、この間もあちゃん来た時に、もあちゃん、私その片付けちゃったからさ、リーナベルちゃんを。だからそう、片付けちゃったから、もあちゃんになんか寝る時ってさ、こう抱きかかえる。私はこれがあるからこうやって抱けるんだけど、そうだからこれね、大体寝ようと思ったら、もあちゃん何か入れますかって、うん、なんか欲しいって言うから、じゃあリーナベルにしようと思って、もあちゃんにリーナベルを渡したので、リーナベルがいます。はい、もう一つはですね、これ難しかったよ。枕が変わりました。枕のカバーは変わってない。カバーはちょっと前に変わってから変わってないんだけど、枕の中身を変えました。これ難問でしょ？あ、伊勢さん、なんか電柱ありがとうございます。大栗旬さん、ハートありがとうございます。はい、ちょっとね、あのボリュームがあるというか、なんか多分来客用のあの枕なんですけど、そう、なんか私が前使ってた、これ実は3個目なんだけど、前使ってた枕なんか頭に合わないなと思って、それでもあちゃんが来てた時に、もあちゃんが使ってた枕が魅力的だったから、一泊ね、もあちゃんがいなくなった帰った後に自分で着てみたら、もうそれも意外と良かったのだからあれしたのね。でその後に、そしたらまたこの間まーちゃんが来た時に、この枕使ってて良さそうだなと思って、あのこんな自分のものにしました。なんで今これです。そう、そうすけさん、お日様ありがとうございます。ドリル先生、聞こえてありがとうございます。
そう、5トン書くか3、ありがとうございます。ハート、大売り者さん、ハート、ありがとう。あ、かっこつさん、毒キノコありがとうございます。そう、まあちゃん以外お泊まり来たことないね。うん、あと変わったことはない。うん、あのね、これ電気光るんだけど、ここ光るんだけど、そのコードが入ってないくらい。もうこれは分かんないじゃん、フレーム外だから。そう、そうでございました。可愛いでしょ、このね、このね、このカバーが本当に良くて、見えないけど私で、このこのカバーが本当にね、心地よいから、みんなおすすめこれ。うん、どこの方はちょっとフリフリ、こうフリフリなんだけど、ちょっとフリフリでちょっとあれかもだけど、本当に可愛いから、あの、みんなフランフランで買って、今ねネットだって、なんかね、本店店でもやってるかもしれないけど、ネットだとちょっと安く買えるから、めっちゃおすすめだから、みんなゲットしてみてね。本当にね幸せ、なんか冷却系なんだけど、本当におすすめだから、マジでおすすめです。あ、そう、暑くないやつ、まあ暑くないっていうか、私布団が暑いから、あ、何のも変わんないけど、すごい寒いとも感じないし、暑いとも感じないから、冬でもいける気がする。だからこれみんな、うん、私とお揃いだよこれにしたら。でももうピンクはなかった、このシーツ、枕カバーもだけど、シーツがもうね寝心地よくてね、あ、朝起きたくないってシーツが私を話してくれないってやってるから。そう、みんな買ってみて、ですですです。そう、そんな感じ、私の部屋の変わったことはそのくらいでした。ちなみにエアコン、最近はね、最近はつけてないんだけど、今は25度です。ですですですね。あれ、これこないだのもあちゃんと配信したぶり、あの日昼間も配信してたから、めっちゃ配信三昧、夜も配信して、でも夜そんな時間なかった、ちょっと配信して、しつく話してくない、大暴ばき、いやー、そっか、9日ぶりだ、9日が土曜日だったから、で日曜日に、あ、美濃田くん、ハートありがとうございます。日曜日にあやめちゃんとのディズニーをあげたから、その話はまだしてないよね、私からは。そうなんですよ、小石様、美濃田くんありがとうございます。ウッカさん、スパーク見てから気になってますだって、嬉しい。じゃあこれからもっともっと好きになってもらえるように頑張ります。ぜひライブにも来てください。嬉しいね。そう、私この間あやめちゃんとディズニーに行ってきました。わー、リサクちゃん、リサクちゃんだって、リサクさんありがとうございます。好きなことリス、そう、ワンマン来てもらおう、来てもらおう、ワンマン、まあ9月30日と10月14日にあるんですけど、一応それは結構完売させていただきましたので、他のねハイテンションフェスとかにも出させていただきますので、ワンマンライブは1月にもあります、ぜひ来てください。そう、あの話戻ってごめんね。そう、あやみちゃんとディズニー行きました。何みんなしてんの、どこまで聞いてんの、分かんないからさ、うん、そう、おしめ二人がディズニーテッドが尊すぎて気絶した。じゃあ一人で、聖地巡りしないって、リセールある、そうだよ、リセールあるだ、あるだ。そう、朝からいる前、そう、朝結構早かったよ、早めに行って、で優雅に行って入ってみたいな。あやみちゃん朝5時に、早っ、私6時かな、5時45分に行きようと思ったけど起きれなかった。間に合ったからいいな、結局。そう、どこまで知ってんの、人生一番楽しかった、嬉しい、私もめっちゃ楽しかった。あやめちゃんがすごい楽しかったって言ってくれてるのは、あのみんなが教えてくれたからすごい伝わったよ。嬉しいね。じゃあ
なんか私頭の作りの構造上なぜかちょっと前傾姿勢になるんですよ、カチューシャが。そう、え、これ青くない？ほらジャンボリンキーちゃん、せいさん、ハートありがとうございます。めちゃね、天気ね、そんな良くなかったんだけど、最後しか雨に襲われなかった。昼間はだいぶ持ってくれてた。やっぱ昼間から雨だとさ、ちょっとってなるけど、まあ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 。20年前に被ってたやつを、それで、え、20年前にもこれあったの？最近出たやつだと思ってたんだけど。びっくり。そうすけさん、星様、ありがとうございます。ジャンプリを取ってない。待ち時間もずっと喋る。そうだよっていうか、でもすっごい、もうなんかもう何時間も待ちましたっていうわけじゃなかった。なんだっけな、めっちゃね、なんか今ファストパスみたいな、あのね、プレオリティパスみたいな、それ使ったりしたし、そんな待ってない。うん、並んで待ったらスプラッシュくらい、あとモンスターズ行くとか、わあ、あのすごい並ぶ系のやつで行くとね、カリブも乗ったし、ランチめ、あ、そうだ、ランチはパスタを食べました。レストランでパスタ、パスタ食べました。なんか課金すると、あのなんかなんだっけな、私はカルボナーラだったんだけどみたいな感じだったんで、課金すると、私は課金した、あやめちゃんも課金してパスタにしてた。なんだったかな、ジェノベーゼじゃなくて、なんだっけな、忘れちゃった。あやめちゃんが食べたやつ、なんかね、そう課金してした、このベースがあってみたいなやつだった。美味しかった。でもペロッと、え、パスタについてくるさパンはいつ食べるのが正解？イザクさん、クマちゃん、ありがとうございます。あれね、謎なんだよね。T シャツ、オーバーオールと T シャツのカラーリング3色だっけ、これ多分3色ショッピング3色だ。残ったソースをつけて食べたり、うん、先に食べんの最初、私最後派だったの、いつなんだろうっていう。そらくん、星様、ありがとうございます。うん、課金しなくてもパスタだよ。課金しないとね、何パスタだったかな、ジェノベーゼとかもう一個なんかあった気がしてて、最初、パスタのパンはいつ食べるか問題、意外とあるよね。え、そう、意外とお腹いっぱいなんだよ、最後残すと。それめっちゃわかる。何もね、お土産は買いませんでした。うん、買わなかったね。だってお土産買う人いないもん、別に。そう、ディズニーだからね。なんか行こうと思えばさ、なんか北海道とかさ、沖縄とかの話は別だけど、うん、そう、あとはパンプキンのチョロスも、チュロス、チュロス、チョロス、チョロスも食べた。お土産、お土産は誰にも買ってないですよ。チョロス食べな、美味しいよ。チュロス、私チュロスってさ、そうだったからさ、チュロス、チョロ、チュ、もういい。長い棒。うん、ディズニーのカチューシャね。持ってるよ。オタクはチュルス。チュルス？言えないんです。チョロス、チョ、チヨ、チュ、チ、え、読めるんだけどね、言うときはね、チョロスって感じ。はじめまして、こんにちは。カチューシャもたくさん持ってる。この間行ったときもカチューシャだって買ったもん。この間は、また別、その、あやめちゃんと行く前に、中学の同級生と行ってきたんだけど、その時は普通のスタンダードタイプ買った。だから今回行ったらね、その時は売ってたやつとかなくなってた。まあ、ランドと C だから多少の差はあるにもさ、白なくなっててびっくりした。そう、びっくりじゃない？
ベイマックスのサングラス好き、あ、ベイマックスのサングラス今回は置いてきました。アメちゃんにあのサングラス持ってきますかって聞いて、持ってかないって言ったから、あ、じゃあ私も置いてきますって言ってお留守番でしたね。くたびに回収書買ってる、うーん、意外と買ってるかも。その前に行ったの3月、あ、3月の時も買ったし、その前に行ったのは9月とかかな、行った時も買いました。9月買ったっけ、あ、か、9月は買ってないや、意外と買ってなかった確か。あんまサングラス持ってたくない、サングラスだってね、買わない。初心者と違って二の次じゃん、サングラスって買うの。そう、しかもすごいんだよ、こんばんは、薪が持ったの、湿気もあったけど薪が持った。私の髪の毛優秀すぎる。そう、ユニバね行きたいけど、なんかこっちからだとさ、どう頑張ってもさ時間かかるからさ、ディズニーと違って。いや、日帰りユニバとか次の日休みじゃないとさしんどそうじゃない、体力的に。分からんけど、したことないから。きついよね。ジブリパークってどこにあるの、やってみればわかるよ。無理、次の日レッスンとかだったら死んじゃう、戻れない、戻れないよ。遊ぶなら1日、ね、早起きするとさ後半がさ疲れちゃうよね、わかる。そう、そんな感じ。何あったかな、あやめちゃんとのディズニーで。なんかすごい大量になんかキャラクターがいた時があって、その時はキャラクター、なんか私はピノキオに出てくるおじさんだったかな、と写真撮った。なんかあんまり他の人に振り向いてもらえなくて、結構こうやって手打ってたんだけどダメで。そう、ピノキオに出てくるおじさん、ミッキーってさそこら辺にいるキャラクターじゃないやん、会いに行かないといけない系じゃん、ならばってね、そういう感じじゃん。たまたまいたら、そう、基本的に私ね、手振っても振り返してもらえないんだけど、ディズニーもさ他のところにもさ振り返してもらえるやん。でもすごいショックだったのが、こうやってメリーゴーランドの人にこうやって手振ってたの、こうやって回ってるじゃん、誰にも振ってもらえなかった。みんなそれどころじゃないんだよ。ミッキーは大御所、そうですよね、ミッキー大御所だから。そう、でも写真は撮ってもらえたんで、でもなんかカシャ、大体私のね、何、普段の感じからすると写真って1枚じゃなくて数枚撮ってカシャ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 みたいな、ありがとうございますみたいな感じのイメージだったんだけど、カシャ終了だった。私最後ハートしてもらおうと思ったら気づいてもらえなくて、もういなくなっちゃって、あ、かわいい、かわいそう私と思ったよ。そう、そういうこともありました。ピノキオに出てくるおじさまってなんていう名前なんだっけ、全然覚えてないや。ピノキオだってもうしばらく見てない、見たいな久しぶりにピノキオ。年パス持ってないよ。今って年パスの制度あるのっていうか、もう分かんない全然。でも最近行ってるだけで、まあ行かないからね、分かんない。でもデザインで何回行っても楽しいよね、すごくない？そういう空間を作れるの。ゆいちゃんにもミッキーに会う。私はミッキー。私はミニーかいな。え、子供の頃持ってた、えぐ、すごいいいな。え、すごい。ディズニーいい。かい、しか行ったことない。ディズニーいいとこだよ。でもそ、大阪系はさ、ユニバだよね、みんな。人生で2回しか行ったことないの。好きなランドとして一回女子ってことか。ピノキオ好きだったな、面白いよね。全然覚えてないけど、こう伸びてちゃうやつね。
ディズニーは楽しい。あやめちゃんとまた行きたいな。ディズニー次は C だね。この間なんで行ったから。そう、あとねアップルティーソーダっていうのがあってめっちゃ飲みたかったんだけど、見つけた時は別に飲みたいと思ってなかったのね。でその後飲みたいなと思ったんだけど、もうなんかその別のところでは売ってなくて、そうだから飲めなかった。次行く時は飲みたい。アップルティーソーダ、あきのこ、くまさんありがとうございます。アイス食べない、食べてないかも。今回何食べたっけ。でも今回そんな食べてないか。夜は夜はイクスピアリで食べた。なんだっけ、私は普通のオムライス食べた。なんかフードコートみたいなとこあって地下に、そこで食べた。地下だったかな、地上だったかな、忘れちゃった。地下だった気がする。一斉さん、フラワー束ありがとうございます。ミッキーマウスは一人なので、ディズニーリゾート内で同時に異なる場所に現れることある。そうだよね、そうだよね。うん、イクスピアリか、イクスピアリね、イクスピアリ。そう、モンスーンカフェ、聞いた、行ったことない。なん、どういうカフェなの。な、一人だけディズニーいる気分。クスピアリの、うまい、行ったことない。ジャングルカフェ、へえ。行ったことない。まだ行けちゃう。そうだよ、まだ余韻に浸ってるから。もう行きも帰りもずっと喋ってた。帰りは行きもだけど、私めっちゃ行き寝る気満々だったの。まあ、朝早かったし、まあ寝れるだろうなみたいな感じだ思ってたけど、まあね、そんな感じじゃなかった。結構あやめちゃんってさ喋るタイプやん。で遠征の時もあやめちゃん隣になったら大体喋って、あ、気づいたら時経ってるみたいな感じなんだけど、そういう感じだった。そう、行きからぶっ飛ばした。どっちが喋る、どっちも喋るよ。でどっちも喋るしそうじゃない。あやめちゃんも喋るし私も喋る。帰りは、お帰りも寝ようと思ってたけど全然起きて喋った。余韻に浸ってた。めっちゃこの写真なんとかですねみたいな。そう、普通にめっちゃ喋ってた。同時には喋らないよ、さすがにうるさいじゃんえって顔されちゃうから。そう、ずっと喋ってた。いろんな話した。でもなんか何喋ってたって言われたらうーんってなるんだけど、そう、会話の主導権、どっちも喋るからな。なんとかなんとかじゃないですか、なんとかなんとか、みたいな感じ。そう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 、出す時あるあるだよね。そう、そういう時ってなんか全然記憶ないよね。わかる。そんな感じかな。なんかさ、私さ今年さすっごい関係ないんだけどさ、焼けてないと思ってたのに、個人的に勝手に焼けてないと思ったけど、この間萌ちゃんと銭湯行ったの、泊まりに行った日ね。で萌ちゃんと腕こうやって2人で並べてみたら自分が黒すぎて、あ、焼けたーと思った。めっちゃ焼けたんだと思ってショックだった。萌ちゃんもともと白いじゃん、だから余計自分が焼けたことがめっちゃ分かってってなった。焼け、多分焼けてた。萌ちゃん白いよ、白いけど私黒みたいな。そう、あとね、なんか2人で多分スタコメで見せた気がするけど、なんかあの2人でサンリオのなんかねやつ買って当たったので、まーちゃんがポチャク当たって、私がキキが当たったんだけど、多分キキ、あの青い男の子の方当たったんだけど、私ね気づかなかったんだけど、まーちゃん私の分も持って帰ったみたいで、その日まーちゃんに次の日に「ひとりちゃんこれ」って出されて、えっ？って見たらキキの頭だった。多分キキだった。
もうじゃ間違えて持って帰っちゃった私の機器。そう。キーキー。ルルルルルルル。もうちゃんって。そう。どうして持って帰ったかは全然覚えてないんだけど、だから私がご飯食べた間にもうまあじゃ片付けの準備してたからあれなんだけど、そうびっくりした。可愛いでしょ。されたよ。なんか普通にまーちゃんとリビングで喋ってたんだけど、まーちゃんとリビングで喋ってたんだけどお兄ちゃんがいたんで、その時リビングに絶対まーちゃんと喋りたいんだろうと思ったんだけど、嫌だなと思っていなくなんないかなみたいな思ってたら、なんかうちのねなんか家の作り上クーラーが当たる席がめっちゃあんので、そこに私が座ってた。でその横もう空いてたけど荷物が置いてあって、でそこも意外とクールに当たるから誰もそっちの私の隣は好まないのよ。でもあちゃんが反対側にいて、でそうもあちゃんが反対側にいて、そこはあんまり当たらないので、その隣も空いてたのね。そしたらお兄ちゃんが、私もあちゃんが行った時に、でもあちゃん一緒にいなくなったの。そしたらその間にもあちゃんの隣の席をゲットしてて、えみたいな、え何座ってマイちゃんの隣に座らないでよって言ったら、そこしか空いてないんだもんみたいな感じで言って、なんか幸せ、幸せそうだ、羨ましいねみたいな。そう、うん、許さない。高いよねマイちゃんの隣なんて。そう、ほんとなんか本読んでたって言っちゃった。本読むなりするの結構好きで、ね、なんか紅茶とか最近なんか飲み始めたの。なんかそういう意識、変な意識、もう全く分かんないんだけど、こんな紅茶とか飲み始めて、で私がママに飲んでもいいよって言ってたグミの、あのラフォーレで売ってたね、なんかグミを入れると色が変わる紅茶があったの、ティーバッグっていうかな、あって、それをあの私が買って入れてたの。そしたら、いや違うの、だってこれ5個しか入ってないの、5個しか入ってないのに700円なの、高いでしょ。5個しか入ってないのに700円だよ、1個100円以上するの。あ、そうバタフライピンみたいな、あなんか1個勝手に開けられて飲まれてて、でもそんな気にしてなかったんだけど、そしたらもあちゃんが時に入れ始めて、えね、これ私のだよ知ってるみたいな、知ってますかってなった。えもう本当になんかしれっと飲んでて、で昨日も多分飲んでたの、あーみたいな、何飲んでんのって思った。名前も書いたからね目の前で、えめっちゃ気にしてる、もう超許せない。これだけはだってさ名前書いてあるんだよ。いや名前書いてなかった、最初の2回はまあまあ仕方ないけどみたいな、その後は名前書いたんだから、あの飲まないでもらっていいですかって、これ美味しいんだよねとか色私言ってて、色が綺麗とか言って、え違う違う違う私のですみたいな、本当にそう許さないよあれは。もう本当に結構ね持ってる、だってあと太袋しか持ってないんだから。モアって書いた、確かにモアって書いたら絶対飲めないね。モアって書こうかな、モアちゃんに名前借ります。私の名前じゃダメらしい。確かにモアって書いたら逆に増えてるってたらね、モアちゃんにキャラメルの場所、え、なんでモアちゃんとキャラメル食べた話知ってんの、なんでなんでなんで、モアちゃん言ってた、うん、まだ残ってる、食べなきゃ。なんか北海道行った時に花畑牧場のキャラメルみたいな、あれじゃ生キャラメル、あれ本当に美味しくて、私もう超大好きだね。でちょっと前に北海道行ってそれ買ってきて残ってたから、あ、まーちゃんにいりますかって一緒に食べたキャラメル、めっちゃ美味しい。
もうね、一番好き、北海道のお土産ランキングの中で個人的ナンバーワン。ガチ美味しいよね、本当に美味しい。なんかそうだよ、隠してるよ。え、なんだろうね、ほっぺがとろけるってなる。うん、知識、そうなんだ、流行ってたんだ。買ってくるの、買いに行きな。なんか噂によると100均にも売ってるらしいよ。あんまあれしたことないけど。お兄ちゃんライブに来ないの？あんま来ないね。あれ生誕祭くらい来たの、来ないと思って、誘う、来ないでしょみたいな、来たらうんって言ってたのに、なんか行けそうみたいな言って来てた。2人で写真撮って、こうやってこういう顔してた。だから多分お兄ちゃん普通に入ったから、みんなからペンライト受け取ったかも。こういう顔して、お兄ちゃんから大先行感謝して。あ、マジ？やでしょ、お兄ちゃんとハートなんて。でもお兄ちゃん多分こうだった。やだよ、年賀状。やだ、年賀状とか夏。もううち友達にも書いてないし、私年賀状写真派だったんだけど、もうこの年になると写真ちょっと恥ずかしいなっていう気持ち分かる。前まですごい絶対写真でしょみたいなやったけど、写真に使うね、ちょっと気まずいよね。でもなんかさ、年賀状ちっちゃい頃は写真でさ、なんかこう自分が年取ったのすごい分かるよね。確かに分かる。そう、みーちゃんライブに出ないよ。出ないよ、出ないよ、やだ、即退場。それか時間間違えて言うことか、誰もいない時間に設定して、はい、え、年賀状って書かなくなるよね、年賀状用の写真。わかる、年賀状の用の写真撮るよね、めっちゃわかる。私もディズニーで撮った気がする、目光ってた、ピカーンって。お兄ちゃんの立場からルリちゃんのエピソード、やだ、なんか変なこと言われそう。ヒラさん、毒キノコありがとうございます。そう、年賀状ね、明けおめは全部 LINE で済んじゃうよね、わかる。わかんないけど、一人暮らしとか始めたら絶対書かなくなっちゃいそう、これこそ、それこそ。あとは、あ、スタプラ研究生の白浜あやちゃんとご飯を食べに行きました。そう、意外だった。ちょっと前にあのお祭りでたまたま遭遇して、わーみたいになって、そうで、それから連絡先交換してご飯行こうってなって行ってきました。そう、偶然のお祭り。そうなんですよ、可愛かった。もうなんかね、肌ももちもち、そう、触ってないよ、肌は触ってないですけど、もちろん触ってないですけど、もちもちそうで、なんかもう可愛かった。誘ってません、誘ってません、あやちゃんと二人です。さすがすぎ。そう。こういう関係はすごい広いわけじゃないけど、なんかね、めちゃね可愛かった。なんか私とさ、それこそさ4つとか違う、4つ5つとか違うんだけど、全然それを感じさせないっていうか、めっちゃ大人っぽいし、でもなんか学校行事の話とか聞くと、あー中学生だ、可愛いってなる。みんな話するよ。そう、めっちゃ可愛かった、もう超可愛い、もう超可愛い、すごい好き。そう、可愛かった。みんなごめんね、なんかあやちゃんに、あやめちゃんに、もあちゃんに。そう、そうだよ、まだ中学生だよ。いや、なんか若い、いいね、若いエキスってって思ったわ。うん、マウント、いい。何食べた？ね、ピザとラーメン。違うよ、ラーメンとかからピザと、パスタとスタバ
飲みました。スタバは私はキャラメルマキアートにした。ライラックさん、わら、ありがとうございます、ね、ピザとラーメンはフードファイターだね、本当に本当にそう。違うよ、ピザとパスタ、ピザとパスタ可愛かった。私さ、その日さ、普通にめっちゃ汗かいて、踊って汗かいて、その後打ち合わせみたいなのがあってみたいな感じだったのね。打ち合わせが結構長引いちゃって、一旦家に帰ろうと思ったんだけど、そのレッスン終わった後に家に帰ろうと思ったんだけど、帰る時間なくて、そのまま行ったら、なんかもう一応ねメイクはしてたんだけど、もう汗ダクダクすぎて、そのレッスン中に、だからもうなんかほぼすっぴんみたいな、なんかこんな顔で、あのあやちゃんに会って申し訳ないなと思ったから、今度はバチバチに決めていきたい。可愛かった。そう、もうね、なんか頭もボサボサだったし、荷物もなんかトートバッグに紙袋にみたいな、日傘にみたいな、すごいなんかおばさんだった。もう本当におばさんだったんだけど、もう後悔、それがもう、なんかもうね、ね、おばさんだったもん。なんかさ、めっちゃすぐにメイク落ちるのね私、だからそう、まあ、とりあえずリップピザって10回超早口で言ってください。ピザ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 、余裕。バチバチな手順、やっぱだ、私さ、もう前髪じゃなくて、なんかね、テンション上がるやん、自分のメイクがちょっとでもなんかうまくいってる日だと。最近 TikTok だとめっちゃ漏れるんだよね、だからなんかもう実物の自分とか悲しくなるみたいな。なんでお前じゃないの、あの時なんで、あの日お前だったかわかんない、逆に。あの昨日ね、前髪切り立てだったんだけど、めっちゃお前だった、なんで僕はわかんない、ポインテールしてたからかな、みんな。そんなことない。パスタ10回、パスタ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 、おい、いけてる。この間のストーリーの顔かわしてた。何の顔だ、わかんない。お前を好きでスクショ頼んだこと、いとこからビジュアルって言われたんだけどビジュアルって言われましたよ。お前はね、薄かったらいいけど、ルリって10回言うの難しそう。ルリ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 、余裕だよ。何が言いづらいんだろうね。10回系言える気がする、すごい。なんかない10回系のやつ。ひき肉、ひき肉いそう。ひき肉です。ひき肉言えました。クラムチャウダー、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 クラムチャウダー。飲む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 は言えるよ。飲む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 新州三省省、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 新州三省省。うん、言えてるね。あとは、ひき肉ですね。一回自分で一人で撮ったやつがあるんだけど、あ、なんかね、あ、難かったタイミングは全然合ってない。ルリちゃん可愛い10回は、あ、言えますね。でもこっち恥ずかしいな、一人でこんな一人でいるときに、ルリちゃん可愛い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 、余裕です。炙りカルビはめちゃむずいよ。炙りカルビ、あー、これむずいからやめよう。あ、グミいける、グミ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 、100回でもやりますね。
伊勢さん可愛い、ありがとうございます。炙りカルビって言いたいな。マンダラでもなさ、そんなことないですよ。え、待って、炙りカルビ言えるようになった。どこをどう言えばいいんだろうね。炙りカルビ、炙りブリ、炙りのブリをはっきり言えばいいのかな。炙りカルビ、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 あ、カブリ、カブリ、カルビ、カルビ、炙りカルビ、アルビカ、うーん、やめよう、無理。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、あ、カルだ。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカブリ、炙りカルビ、炙りカブリ、炙りカルビ、あ、カルビ、カブリ、え、カブリ、カビ、あ、わかんなくなってきちゃった。炙りカルビ、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 炙りカルビ、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 炙りカブリ、炙りカルビ。言えた、言えた、やった、やった、やった。マチャラテは簡単だよ。マチャラテ、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 マチャラテ。ジョン・カビラ、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 あ、言えない。ジョン・カビラ、ジョン・カビラ、ジョン・カルビア、あ、やめよう、やめよう。怪しくない、カルブリ、カルブリ違う。スマイルくん、え、余裕余裕。うん、炙りカルビって言えなかったの結構悔しいね。ダルブ、ダブル、トリプル、トリプル、炙りルリ、炙りルリ言えるよ。炙りルリ、炙り、炙りルリ、炙りルリ、炙りルリ、言える言える。ジョン・カビラって何、ジョン・カビラって何、ジョン・カビラって何、気になる、知らない。ジョン・カビラって何、な、人、ジョン・カビラさんってこと。怖、確かに表向いてる。ジョン・カビラさん、人の名前、あ、ジョン・カビラさん、ジョン・カビラ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 、言えた。タリルリラ、言いづらいね。タリルリラ、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 何回言ってるか分かんないけど、言えてませんよ、言えてますよ、言えてますよ。みんななんかさ、あの、なんていう、海外のさ方のさ、カタカナのさ人の名前言えばいいと思ってるでしょ。クリスチャン・ディオールとか、クリスチャン・ディオール、クリスチャン・ディオール、言えない、ディオールが言いづらい。え、タリルリラうまくない、え、うまいよね。遊ぼうよ、アリストテレス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 。ジョン・カビラは日本人だけど、え、そうなの？カビラ・ジョンさんってこと？カビラってどうやって漢字で書くんだろうね。カビラ、カビラ、分かんないね。めっちゃ可愛い、直江さんありがとうございます。あ、カビラ、あ、川平さん、川平さんなんだ。カピバラ、ママカピバラに噛まれてた、でジーンズ噛まれてジーンズ臭くて捨ててた。川平さんって言うんだ、へえ。川平ジョンさん、ジョンっていう、でもなんか犬の名前っぽくない、あんま人の名前でなくない。川平ジョンさん、ジョンってどうやって呼ぶの。ジョン、 JONじゃん。私でっかい犬を飼うとしたらジョンって名前にしようと思ってた。ハーフか、ハーフか、ママかわいそうね。ふんふんって感じ。なんか北海道の世界一危ない、なんだっけ、水族館あんじゃん、世界一怖い水族館じゃねえ、動物園なんだっけ、ノースサファリっ
で噛まれてた気がする。確かそこにいた気がする。ちっちゃい犬を飼うならなんて名前、ポチ、なんかね、柴犬とかそういうなんか和風なワンちゃんだったらそうするかも。大地危ない。モコっていうの可愛いね。ポチじゃないのか。猫を飼うなら、猫難しい。でも前ペットショップにいた猫を飼うならきなこちゃんな。ママと決めたの。その子多分もう他の人にもらわれて、2年くらい前の話だから。ポチチワワでも、チワワはなんだろう、色にもよるね。なんかちゃん、もうコついてるからね。あ、なるほどね。みんななんていうさ、名前のさ、動物飼ってんの。人の、いや、犬ってルリリするの。ルリ、おそりとか。おもろそう。犬の名前中谷にしようとしたら即キャンセルされて、めっちゃおもろい。結局何になったの。うちの猫はユイとシンジとマリ。どうやってそうしようと思ったの。めっちゃ気になる。ジョーヌ、インコ、ジョーヌなんだ。ピータかわいいね。シンジ、ミーかわいい、言いやすいね。シーズの太郎、へえ、太郎ちゃん。保護した猫がランドとして、東京ランドと違う、ディズニーランドとしてってことか。へえ、かわいい。ロン、犬で、ロンかわいいね。ジョン的な、ジョン的な、友達が犬の名前全部麦わらの一味してた。ゾロとかってことか。ウソップとか。ペロも可愛いね。ペイちゃんみたいな。なんか私伸ばすの好きなんだよね。それこそリナちゃんのことリーちゃんって呼んだり、まあリーちゃんってあんま呼ばないけどリーちゃんって呼んだりするのめっちゃ好きなんだよね。ロハスにするわ。犬、ピーちゃんも伸ばすでしょ。そう、カメ、1カメ2カメ1カメさん2カメさん、なんかさ、カメとかってめっちゃさ、めっちゃに見た目ちょっと似てるやん。だからさ、難しそうじゃない。何、緑ガメと水ガメだったら違うけどさ。おはぎちゃん可愛いね。あ、ペルはスペイン語で。あ、なるほどね。モーちゃんだと、モーちゃん、そうだね、そうなるね。あ、ルルちゃんも可愛いけどね。うちもルル。でもなんかさ、見た目にもよらない、その子の見た目だってさ、明らかにホワイトのさ色してるのチョコちゃんとか名付けるのちょっとさ違うよ。白い長毛の猫だったらなんかおしゃれな名前がいいね。なんだろう、わかんない。いとこんちの猫ちゃんは花ちゃんと奈々ちゃんで、亡くなったけど桜で、いなくなったけどスモもいた。犬はエルサと、もう死んじゃったけどね、エルサとボスとラム。ボス好きだった。10年以上前の話だけど、エルサはでかすぎて私のこと吠えてくるし、あんま仲良くなかった。ルシアン、ルシアンかわいい。明らかに見た目に反する名前好きな人、小次郎とかね。仲良くなった猫は花ちゃんと奈々ちゃん。花ちゃんがグレーの方で、奈々ちゃんが白い方。猫はね、さくらも私のこと好きじゃなかったと思うよ。あんま一緒に喋った記憶ない。喋れないけどね。ここは背懐っこい猫が花ちゃん。私のこと見て即座にいなくなったのが奈々ちゃん。めっちゃおもろかった。ドア開けたらすぐいなくなんだもん。そんな私のこと嫌いと思った。この間行った時、その後は仲良くなった。ルシアンってフランスで一個でいいらしい。へえ、じゃあ日本語で犬だ。そう、めっちゃでも猫可愛くてチョキ。飼うなら犬か猫ってさ言われたらさ、めっちゃさ悩むよね。布団にじゃなくてシーツに潜ってた。シーツ入れんだと思ったよね。
いね、ペーちゃん。ルリちゃんも、うん、ルリちゃんは猫好きだから片思いでもいいの。嫌わないの、好きなの。でも私あんま動物得意じゃないから、人様の家にいる猫とか犬とかにがっつりいけない。友達ん家にウサギいるんだけど、あまりがっつりウサギにこういけない。犬派猫派問題はね、もう一生ね、私選択肢できない、選べない。癒されるよね。え、わかる。なんかさ、ちょっとさ離れてる存在だから可愛いっていうのあるかな。家にいたら可愛いんだろうけど。チュールあげたことある？あー、あげたことあるよ。もう超なんかおやつって言うとね、めっちゃマナちゃんっていう白い猫がめっちゃ太ってんのね。でおやつって言うと名前呼んでも振り向かない、振り向くの。キノコとキノコならキノコでしょ。何が舐めてる時の絵かわいい。犬怖いから逃げるけどたまに追いかけてくるね。わかる。私もさ、親戚の家にいるチョコちゃんって、もうかな、今いるかわかんないけど、チョコちゃんっていうワンちゃんがさ、お年玉ねもらいに行くとね、絶対吠えてくるの。怖いから泣きながらパパによじ登ってた。でも犬ってさすごい飛ぶやん。猫もさっきだ、だからすごかった。小さい頃かね、今全然平気。ただ人見知りしちゃう、猫と犬には。そう、でも性格にもよるよね。そのさ、初めましてのさ動物って性格わからないやん。シャーって言う系か、うんっていう系か。はなちゃんはもうめっちゃたまにすごい人が突っ込んだけど、たまに手出てくるの、口か、噛まれるんだけど、で撫でてると思ってたら噛まれるからね、めっちゃびっくりするの。だからよそ見できない。はなちゃんはそういう感じの子なんだけど、ななちゃんはめっちゃマイペース、いつでも寝てるし、なんかすごいなんかいとこのお父さんは白い妖精って言ってるけど、結構、うん、おもろい、おもろい。そう、なんか結構なんかね、いびきとかもめっちゃね聞こえる。はな、ななちゃんは、はなちゃんの方が意外と乙女、両方女の子なんだけどね。犬に話しかけてもワンしか言ってこないからあんまり会話できない。うん、かわいいやん。今回行った時3回噛まれました。私の瞬発力でピッとあったっけ。犬と会話ってむずくない？猫もだけど、この人のなんか猫の気持ちいいとか犬の気持ちいい買わないとダメだよ。猫痛い。うんちゃん意思疎通できる。うん、マナちゃんはできないけど、ナナちゃんはできる。あ、もうもうちょっとで1時間経つわ。犬同士ってワンって会話できる。確かに、みんなどうやって動物、動物同士もさ会話してんのかな。わーわーワンの高さでわー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 って、どうなんだろうね。なんかわかんないね。苦手すぎて近所の家になるほどね、家にその人、なるほどね、マップ作ってたんだ。顔舐められるの苦手だから一生懐かない。手でもいいんだよ、顔近づけなきゃ。今度ワンだけで会話しよう。いいよ、わわ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 みたいな、わわわわわわわ。人間のとの会話でも怪しいのに、そうなの。あなたの会話なんてハードルすぎる、むずそう。わん、あ、しばりえさん、キノコありがとうございます。ルだけで会話いきます。ルル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 ルってルの方がワンより簡単そう、わかんないけど、やったことないけど、ルル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 ル
高得点が一切あります。ちょっと恥ずかしいな。告知むずいよね。告知するよみんな、告知するよ。まずハイテンションフェスが今日までなので、皆さんぜひ来てください。ハイテンションイエーイって感じです。ハイテンションフェスお願いし、よろしくお願いします。で、生誕祭もリジちゃんとあやめちゃんの生誕祭が今日発表されたので、皆さんぜひ行きましょう、行きましょう。あとは、あ、16日と16+7、23日、にチェキがあります。今ね頑張っての完売させるために、だからよかったら皆さんゲットしてください。生誕祭は黒髪、その日に撮ったやつだから、あの日の私が蘇ります。23日だよね、違う ?23 だよね、うん、カレンダーないから分かんない。そう、チェキ会があります。チェキ会、オンラインサイン会。そうで、待って、そう、生誕祭はあの日に撮ったやつだから、あの日の私だから、あの日のツインテールだし、そうそうでございます。そうだよ、そうですね、チェキ買いました。昨日と出た入金忘れないでね俺。うん、15日前からじゃなかった、いいのか、ね、変えたのか、よかった。で、沖縄は赤髪です。沖縄は海なんですけど、この話したと思うんだけど、みんな昼間撮ったんだけど、私本当に目赤なすぎて、本当にブサイクだったの。もう全部ブスだったの。1枚くらいいいのあるじゃんって思うじゃん。本当に全部なくて、全部ブスだったので、なんかみんなのは綺麗な青空なんだけど、背景が、私だけ多分夕焼け、なんかごめんねって感じ、それだけごめんなさいなんだけど、でも逆に言うとみんなと違うから、ほら、ルリちゃんの買ってないけど、他のあの推しメンの買ったけど、推しメンのは昼間だから夕方のルリちゃんも見たいなみたいなって思ってるからみんなよかったら夕方のルリちゃんと、あの昼間のメンバー買ったら夕方のルリちゃんもゲットしてくれると嬉しいなっていう気持ちです。赤髪ですね、そう、夕日のルリちゃん、そう、時系列一人だけちょっと違うんですよ、違うんですよ。鏡は、まあ、今黒です。まあ、ちょっと茶色くなったんだけどちょっと茶色くなったんだけど、今黒だから、だから黒と赤い、黒いルリさんと赤いルリさんが、あの今回のこの2週間にわたるオンラインサイン会ではゲットできちゃいます。トゥ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 、そうなんですよ。だから、生誕祭の6月3日の青いルリと夕日の青か、あ、赤いルリが見れられますよ。めっちゃね、私のじゃないけど他のメンバーのやつ見た時にめっちゃ綺麗だった。夕日が、夕日じゃないや、みんなは青空綺麗でした。そうでございます。あ、そんな感じ。もうゲットしてくれたよーって方、さっきちょっと言ったけど、はーいって言って、はーいって言って、毎日はーい、あ、いた、毒ですね、毒、はーい、はーい、はーい、やった、たくさんいる、はーい、はい、はい、はーい、買うか、買うか迷ってんので圧かけてください。うん、チェキゲットしてくれないの？くれないならもうシーラない。シーラないって言ったら買ってくれなかった時ちょっと悲しいな。チェキ欲しい。ね、16日と23日にあるのでよかったらゲットしてください。青ルリの
チェキを。恥ずかしい恥ずかしい、こう恥ずかしい。買いますか？え、買いまいってくれるの？買うか、ゲットしてくれるの？買う。あ、みんながチェキにこだわりないから紛失するんだよね。じゃあいいところを教えましょう。スマホの裏に入れましょう、私のチェキを。そしたら紛失しません、紛失しません。でもね、毎日告知してたらちょっとずつ残り少ないよって言われた。ちょっとずつちょっとずつ早く頑張りきるように頑張ります。いつまた発売してんだろう、わかんないけど頑張ります。うん、ちょっとご飯の時すぐ出せるしね。です、買います。えー、嬉しい。じゃあウッカの指名は私で決定だ。だスマホの裏にすでに入ってるのでギャップオーバーです。じゃあ財布でいいよ、あんま見えないけど財布でいいよ。チェキ、目開いてる。うん、頑張って開けました。生誕祭も中だからね、目開くんだけど。アイスに立てかけたいからね、アイス食べてくれるの、チェキの私に。そんな感じかな。財布持ってません。キャッシュですか？じゃあ机の前。あとは9月30日と10月14日と1月にライブがございます。リサクさん、リスありがとうございます。にワンマンライブがありまして、10月と9月のワンマンライブはありがたいことに完売させていただいてるんですけど、セールがね、あるみたいなので、よかったらちょっと気になったよって方はちょっと狙ってみてください。他にもいろいろあるので、追って、私たちのことを追ってください。ダー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 、ですですです。しばりえさん、きのこありがとうございます。机の窓と付け払いの支払い表と横に、いいよ、支払い表と並べても、支払い表の横に並ぶ女として、あの角度見つけるのに、ああ数ヶ月かかったけどね。じゃあそこに私、新しい私も入れといて。あ、まあね、楽しみにしてて。もう絶賛準備期間中なんで、皆さんぜひ楽しみにしててください。ですですです。そのくらいかな。みんなからお知らせある？みんなからのお知らせはない？気になった人はこの後ストーリーでチェキの URL 載せるのでチェックしてみてください。でも、うん、両方あるけど多分一つの URL しか載せられないから、ごめんね、ごめんね。今日遅くなります。分かりました。宿題が終わんないっていうご報告、頑張ってください。お腹空きました。私もご飯食べてないから空いた。明日阪神優勝するよってお知らせしておく。18年ぶり、おめでとう。今5日間の遠征から帰宅しました。誰のライブに行ってたの？明日は仕事です。頑張ってください。留年しました。あら、明日はキャって緊張してます。なんで？頑張って。明日お宅の誰かが阪神に優勝ニュースに出るかもしれない。あ、誰か、こういうこと？明日朝から打ち合わせ。頑張って。朝、応援してるよ。今日のルリ組生活してますとご予告。あ、今日押し始めました。あ、ありがとう、ありがとう。明日朝が行ってらっしゃい。ガチ緊張してる。え、なんで？何？あれするとか？小組プレミアムかなり欲しかった。え、味も食べたよ。一緒だね。私たちが頑張って、ズームスタ行ってほしい。ズームスタ、ズームスタジアム、川に飛び込みます。オタク、オタイムです。あーちゃんと話聞き流した。あー、熱倒れてぶっ倒れてます。沖縄大丈夫？4日連続同じ喫茶店に行ってます。明日も行ってきます。コーヒー飲んできてください。そんな感じかな。みんなからのお知らせは以上ですね。はい、明日アプリに課金します。目乾燥した、行って。そんな感じだ。じゃあみんな終わるよ配信。明日もあるからね、みんなもちゃんと寝るんだよ。またね。
あと最後にランキング読もう。じゃあ5位から発表しますね。5位、これか、これか。5位、のむさん、ありがとうございます。第4位のむの第4位のうえさん、ありがとうございます。第3位いっせいさん、ありがとうございます。第2位りさくさん、ありがとうございます。第1位そらくん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。この後はみんなゆっくり寝てください。おやすみなさい。また明日、また明日じゃないか今日はありがとうございました。